クロールで何か気をつけたポイントとかあれば教えてください。はい、まあ、クロールも私はあんまり得意とはしてなかったんですけど、まあ、背泳ぎと同じで体をローリングする種目ではあるので、うん、まあ、やっぱりローリングする中でも軸だけはぶらさないようにするっていうのはしっかり意識してて、まあ全部の種目本当にそうなんですけど、まあ、お腹を入れてで、まあ、ストリームラインの姿勢を崩さないっていうことがすごく大切かなって思います。